この年になって70になっていけるとは思いませんでしたけど、練習戦と全然打てませんしね下手ですから練習戦夢の舞台ですのでね、この年で立てたということは本当に感無量です。生涯野球します、生きてる限り動く限り